どうもよかち専門チャンネルです。夏ということで今回は本当にあった怖い話していきたいと思います。今回メルカリのねお話なんですけども、普段から結構ねお世話になってるわけよ。妖怪メダルとかも、まあ、たくさん買うんやけれども、なかなかハグリメダルが出ないとか、最後の1枚なかなか出ないみたいな、コンプリートをいつも目指してるから、そういう時とかにメルカリで購入とかねさせていただいたりしてるわけなんですけど、最近ですね、メルカリでバレンシアガの T シャツをね購入したわけなんですよ。元の値段がだいたい10万ぐらいするわけです。そのバレンシアガっていうブランドの T シャツでめちゃくそ高い。もうその10万なかなか買えないっていうことなんだけど、メルカリだったらなんか1万とかで売ってたりするわけね。1万だったらまあ買えるかということで、この間ポチったわけだよね。そこにね、数日経ってちょっと冷静に考えてみて、待てよと、10万のやつが1万ってちょっと怪しくねみたいな、コピー品じゃねっていうふうに思ったわけなんよ。これで届きましたと、それがですねこちらなわけなんですけれども、生地もしっかりしてるし、ここのねロゴとかもちゃんとしっかりしてるし、いやちゃんとした本物だったわーと思ったんだけど、こういう T シャツのね中とかになんか取扱説明書だとか、あと商品の詳細がね載ってるやつあるやんか、いわゆるなんかタグみたいなのある方だと思うんだけど、ここ見てたらさ、なんかパレンシアガって書かれてあって、偽物やんみたいな、バレンシアガじゃなくてパレンシアガって書いてある。まあ、こういうのって韓国とか中国とかでなんか作られてるみたいなんで、まあ、日本語って難しいよな。もうこれって、これって何の仕業？これって何の仕業？ピコン、ピコン。モノマネキンの仕業じゃん。まあ、コピー品ってね、大きく分けて2種類あるわけなんですよね。悪質なコピー品。もう完全に一緒。もうまるでモノマネキンっていうやつと、別のブランドから出てる似たような商品っていうね、こう悪質じゃないやつの2種類あるわけなんだけど、これに関しては、モノマネキンでした。騙されたー。で、話はこれで終わらないんですわ。T シャツをポチッ次の日ぐらいかな、またバレンシアガのスニーカーをねこう探してたわけなんですよ。で15万ぐらい、今16万ぐらいする、そのねバレンシアガのディフェンダーっていうスニーカーがあるわけ。めちゃくちゃ高い。16万はさすがに高いんやけど、メルカリで探してたら5万円で売ってるわけ。ほとんど新品未使用で、なんかいらなくなったから売るみたいなことで、そう、領収書もある、レシートもちゃんとありますみたいなこと書かれてあって、ほな大丈夫かということで買ったわけよ。5万も十分高いんだけど、そう、5万も高いんだけど、16万と比べたら5万まだ安いようなんかなってことでポチったわけよね。なかなか発送しようらん。なんか、いつ発送するんすかってメッセージ送ったら発送しました。発送通知まで来たんだけど、5日経っても届かない。届かないんすけどって連絡したら、今発送しました。USO、お前は、USO の仕業、USO が取り付いていんのかみたいな感じですけども。で、また冷静に考えたわけよね。2週間待ったから。届くまでに、靴がね、届くまでに2週間とか冷静に考えたわけ。16万の靴が、5万円って怪しくねみたいな。コピー品じゃねみたいな風に思ったわけなんですよ。ほいで、ネットでね、ちょっと探してみたわけ。そのスニーカーの偽物って作れるのかなと思って調べてみたら、あるんよ。3万円ぐらいで売ってるわけなんよ。つまり、3万円とかで購入して、5万円で転売してるだけちゃうんみたいな。で、今日ですね、今朝届いたわけ、そのスニーカー。それがこちら、じゃじゃん。もう本物とね、そっくりなのよ。もうほぼほぼ本物ちゃうみたいな。ただ、開けた瞬間に、めちゃくちゃアロンアロファーの匂いがして、アロンアロファドッキリかとも思ったぐらい、ソールのところもよく見てみたら、接着剤とか使われてあるっぽい。いや、偽物やないかーみたいな。もうこの時点で、もう完全に、あ、これは、モノマネキンだな、みたいな。あ、これモノマネキンだな、とも思ったわけなんよね。で、まだその、付属品いろいろあったんだけど、取扱説明書っていうような紙があったわけ。で、そこ見てたら、バレソツアーか、みたいな書いてあるわけ。偽物確定、モノマネキンじゃないかーい。バレンシアガじゃなくて、バレーソーツアーが日本語って難しいよね。ということで、結局ですね、今回も、モノマネキン、そして USO のダブル芝田、そして無駄遣いに俺は取り憑かれてんのか、というね、恐ろしいお話でございました。なんか偽物にどんだけお金使ってんのみたいな。多分これもね、返品できなさそうなんよね。ってことで話まとめると、コピー品は2種類ありますよ。悪質なモノマネキンのやつと、ただ似ているだけのもの。続いて悪質コピー品を買うフェーズっていうのも2種類あって、騙されて買う場合、僕みたいな、こういう人が一番多いかな。で、2つ目、故意に買う場合、
あえて偽物買う人もいると思うんだけど、まあこれは少数派かなと思います。で、この時に注意しないといけないのは、固定品買うことは犯罪に加担しているよねっていう話。黒の犯罪組織がね、多分作ってると思うの。だからその人たちにお金、軍資金をね、渡すことにもつながるよね。さらに個人のね、住所とか名前も相手に渡してるわけやん。メルカリとか、そういろんなサイトでも、自分の個人情報が相手にいてしまう、悪用されてしまうかもしれないんで注意しよう。そして、粗悪品が来ても返品できないかもしれない。メルカリのハイブランドはほとんど偽物です。この辺ね、注意しておいてほしい。で、最後ね、悪質コピー品を着るのかという点なんだけど、これもね、二つの考え方がある。別に自己満ならいいんじゃないっていう人もいると思うんだけど、これ実は少数派なんだよね。ほとんどの人はコピー品は悪、ネガティブな印象を持ってるんで、着ないようにしましょうと。で、コピー品をね、普段から着てると、信用がゼロになってしまう。もうなんかインフルエンサーの方だったら大炎上してしまうんで、注意しましょうね。コピー品着てたら自分の価値下げちゃうよというね、お話でございました。はい、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。